今日の単語ですね。进入单词之前，我先解释一下。今天要学很多形容词，形容词呢有两种，一个是 non 形容词，一个是你 e 形容词。那为什么要分这两种呢？它们的变化不太一样，比如说说否定型的变化不太一样，所以要分成两种。はい。で、那、一形容词基本上结尾都有像这样子一样，一的音，都像一形容词。那形容词几乎不是一，可是有例外，比如说 K，就是那形容有名是那形容词。有几个例外要背起来，要背起来是不是那形容词？では、皆さん、一緒に、読みましょう。我们一起念一次。帅哥、英雄、一緒に読みましょう。Handsome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 。Hi。那、那个女生好漂亮哦。或者是这房间真的好干净哦。漂亮、干净、美丽、干净。都叫、きれい。きれい。きれい。きれい是な形容詞。きれい。きれい。虽然它是いい的意思、它是な形容詞。きれい。很安静的、静か。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 あれ、覚えてますかね？ドラえもんの、静香。静香。小姐。静かちゃん。ね、静か。静か。很热闹的，にぎやか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 ，动动嘴巴哦，そうですね，动动嘴巴比较好记起来，はい、系列的にぎやか，にぎやか，那有名的，有名，有名，有名。有名、有名。はい。亲切、親切。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 はい。这很亲切、通常只、比较会用在外人身上。外人、外人。就是不是家人。外人、外面的人、朋友、或者是他怎么怎么样。这时候、会说、親切。那说自己的家人的时候，或者说自己，的时候，通常会用那个字，再多加一个，单字，優しい，優しい，这是一形容词，優しい，他很温柔，会说優しい。我听说台湾人不太会用在男生上面，可是这个優しい，男生女生。都可以用，很温柔，優しい。優しい、温柔。多加一个单字哦，下一个嘛，下一个，身体很好，很健康的时候，好说元気。元气，大家有有元气吗？大家的健康吗？今天的状况如何呢？元气ですか？元気ですか？元気ですね。はい、看起来的元気なさそうですが、元気ですか？元気ね、元気、很健康，或者是今天状况不错哦，元気です、元気です。じゃあ、今天我很闲，闲ね。很有时间，暇，暇，念暇。方便，这也是哪形容词？便利，便利，便利，便利。好，不方便，我再加一个单字，不便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 。这个也是哪形容词？不便，不便。
下一个，哇，好棒哦！你家里好漂亮，好棒！的时候可以说，好棒，素敵。Sticky. Sticky, sticky. 好，我觉得这个字比较通常女生比较会太比较会用到，男生很少听到 sticky 这个字，会觉得有一点可爱，可爱的感觉。sticky, 这样之一很大大的 oki, 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 小的小的鸡仔。小小新的，这有一都是一形容词哦，新的新しい旧的古い好的いい变化的时候会变成よ的音，我们可以先记起来いい。呀，不好的，悪い，很热，天气很热，会用这个左边的汉字，天气很热，或者物品很热，比如说咖啡很热，这个咖喱很热，会用这右边的汉字，都在，暑い，天气很热。物品很热，下一个好冷哦，冷，寒い。那下一个冰凉的，冰块好冰哦，你的手好冰哦，冷たい，嗨，也可以表达一个那个人好冷淡，也可以说冷たい。对吧？彼は冷たい。他很冷淡。他は冷たいです。他很冷淡的一个人。次行きます。下一个。冷たい。很难。難しい。这个问题真的好难哦，この問題難しい。再简单，優しい。刚刚有没有听到？这个温柔也叫優しい，简单也叫優しい吗？哎，所以很少会用这个单词，因为会想到是温柔。虽然这个也是简单的意思。那通常简单会比较会用到哪一个呢？康当是哪形容词？康当简单，那个比起来会比较好。康当，下一个很高，他这个身高很高的高，大概。这个价钱真的好贵哦，贵也叫高い，对吗？所以高或者是贵都叫高い。下一个便宜，安い，很低，低い，很有趣，好有趣哦，面白い。好吃，真的好好吃哦。美味しい。很忙碌的，忙しい。刚好跟这个很闲相反的，暇是哪形容词？忙しい是一形容词，忙しい。嗨，好快乐，很愉快。楽しい。白色的白い。这是一形容词，因为结尾有一。如果把一给去掉的话，就会变成名词。白い。
黑色的ね、形容詞、白い。あ、ごめんなさい、黑色的ですね。黒い。黒い。黒い。ね、我要变成名詞的话、会说黒。黒。黒。うん、黒。下一个、红色的、赤い。赤い。赤い。可以变成名詞、赤。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 蓝色的青い青い青い、ね、也可以把E去掉、ね、变成名词青青大家最喜欢的那樱花最近开得比较漂亮呢はい樱花一緒に読みましょう桜桜桜桜山山山啊，城市町，食物吃的东西，食べ物，在喝的东西，那怎么说呢？在卷上，飲み物。东西，飲み物。下一个，ね、汽车、车子、ね、車。ね、地方、ところ。ところ。宿舍、寮。寮。读书、ね、名词、ね、勉強。勉強。ね、勉強します、就变成动词了。ね、勉強、读书。生活、生活。次、工作、仕事。下一个、お、ね、比较礼貌一点、お仕事。变成动词的话，可以说お仕事をします。或者是そうですね、仕事しますね、お仕事しますね、オーバー省略掉也可以、或者加也可以、仕事します、仕事をします、ね、とか、はい、怎么样呢？ね、怎么样呢？疑问句、どう、欸、怎么样的后面会加名词的时候，你、欸、等一下文法上面会介绍ね。后面会加名词的时候会加一个那，どんな，比如说什么样的地方呢？どんなところですか？どんなところですか？这样说，等一下还会更仔细的解释。言っておきましょう。哪一个呢？どれ？はい。两个选一个的时候，我说哪一个呢？どれ？啊，所以选三个也可以，三个、四个，那哪一个呢？嗯，那时候我说どれですか？非常，这是一个副词，とても，不太，后面要加否定型，あまり、这是也是一个副词。还有，而且，そして，还有而且，我觉得这个是然后做什么什么，そして，比如今天读书了，然后，下一个例句啊，读书了，然后，所以今天去工作，然后又读书，仕事します。うん。それからかな？こういったそもそも、それで？そしてか。それからね、それ、そしてかい。そして、うん。然后、勉強します。ね。そうですけど、動作的練習的时候、そう、そして。じゃあ、你好吗？ね。あ、これかな。但是、ね、が。が。这个接续词。が。
你好吗？你还好吗？你现在如何？お元気ですか？お元気ですか？回答会说元気です。元気元気です。す。元気です。是这样子哦，是啊，そう、そうですね。そうですね。そうですね。什么时候用呢？我考虑的时候。比如说，仕事はどうですか？你工作如何呢？的那种感觉，可以用そうですね来表达。そうですね。おかしいですね。そうですね。就是、我想想哦、的意思。そうですね。忙しいです。经常会听到そうですね。じゃあ、我们下面的先跳过，等一下再做。では、我要练习文法喽。聞いてください。そうですね。桜、樱花。樱花。どう？这是疑问句，怎么样呢的意思？嗨，再加后面礼貌形状。桜はどうですか？你觉得，樱花怎么样呢？桜はどうですか？では、モリスさん、お願いします。桜はどうですか？桜は綺麗です。綺麗です。ありがとうございます。綺麗ですね。形容词加ですね、就可以表达你现在觉得怎么样？形容一件事，綺麗です。とてもいいですね。じゃあ、帮我问台湾如何呢？モリさん问、そうですね。ジュンさん。台湾はどうですか？じゃあ、ジュンさん、お願いします。你觉得怎么样呢？刚刚的单词可以用到吗？或者是如果上面的单词也没办法形容的话，我可以帮忙。台湾は綺麗で綺麗です。ありがとうございます。綺麗ですね。很漂亮。很干净。ありがとうございます。下一个，台湾人，台湾人，你觉得怎么样呢？そうですね。帮我问莫莉桑，お願いします。台湾人はどうですか？あ、もう一回、ジュンさん、再问一次、どうぞ。台湾人怎么样呢？台湾人はどうですか？あ、そうですね。台湾人はどうですか？台湾人はどうですか？じゃあ、モリスさん。ちょっと古臭いです。ああ、うるさいです。そうですか。うるさいです。まあ、親切ですからね。很亲切。感觉到、有时候感觉到很吵。うるさいね。上面没有出现这个很吵、吵闹。的一个一形容词，就都是一个副词，稍微有一点，有一点吵。ありがとうございます。じゃあ、日本人你觉得如何呢？マリさん、パオン、ジュンさん、お願いします。日本还是日本人？あ、日本、ごめんなさい、日日本。本はどうですか？日本はどうですか？ジュンさん、お願いします。日本、綺麗です。あ、綺麗です。ありがとうございます。綺麗です。じゃあ、日本人、你觉得怎么样呢？日本人。好，我莫莉莎，好了。日本人はどうですか？どうですか、莫莉莎？日本人はとても真面目です。
ありがとうございます。真面目です。うん、はい。そうですね。モリさんの単数好多ね。とても刚刚の出现到一个副词非常ですね。真面目是一个那形容词认真ね。真面目です。真面目です。非常认真的人。非常认真ね。じゃあ。モリさん、バウン、ジュンさん、ね、日本語の勉強、日文的读书、觉得如何呢？日本語の勉強はどうですか？ジュンさん、勉強、難しい。え、なんて？難しい。本当、難しいです。難しいです。很難。そうか、うん、没有没有、很简单、難しい、難しい、很简单、簡単、簡単、え、什么？很难跟困难是一样的。啊，嗯，困难、很辛苦、困难、会说大変です、大変、大的变化的概念、大変です。大変是那形容词ね、很辛苦ね、也可以用这样说ね。日本語の勉強はどうですか？大変です、很辛苦ね、很困難ね、難しいです、很難ね、简单、簡単です。那如果像我们在业绩表上面，他们在问业务啊，就是计划没有达成，然后他们好像就会说大変。啊，对，啊，糟糕了，天，对对对，说，啊，太黑了，糟糕了，没有达成。这时候也可以用太黑，太黑有很多意思啊，很辛苦，或者是糟糕了，完蛋了的时候，我可以用太黑，嗯，之后会经常会用到的句话，太黑，太黑，嗯，走，下。モリさん、あ、じゃあモリさんかな。え、ジュンさん、ジュンさん、問モリさん、工作如何呢？そう。あ、ごめんなさい。仕事、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 仕事は、どう？どう？うん、どうですか？仕事はどうですか？いいですね。仕事はどうですか？じゃあ、森さん。仕事は忙しいです。忙しいです。いいですね。忙しいです。好事です、ね。忙しいです。忙しい。忙しいです。今、2人かな？ちょっとチェックしよう。あ、マスクしてますけど、どうしました？普通没有刮。普通没有刮、没关系啦。大丈夫、大丈夫です。はい、大変です。はい。お、びっくりしました。我没有回到上一页、其实我没有看到大家是什么样的状况。そうですか？大変です。大変ですね。本当。じゃあ、大変。的顺便，我要多加难度哦，可以吗？頑張ってください哦。我要加一个接续词，比如说我有时候想要形容两个字或三个单形容词的时候，我可以用接续词来接。嗯，它对吧？嗯，瞬间的时候可以用し，嗯，或者それに，嗯，两个都是一个。而且的意思，而且呢的意思，瞬间的时候用，嗯，所以好事情接好事情，你会说西或者索雷尼，嗯，如果不好的事情接不好的事情，念也是西索雷尼，念两个一样的，你也会用瞬间的用法。那逆接可是的时候的用法要用嘎，你嘎来接。じゃあちょっと練習してみましょう。ね、桜はどうですか？ね、我可以用瞬間、例えば、綺麗です。
天，接续词的用法，这西的用法是接在前面的句子再接点哦。きれいです。し、有名です。きれいです。し、有名です。很漂亮，而且又很有名。きれいです。丸それに，それに的跟西的表达方式、写的方式不太一样。それに，我前面要写一个圈圈。それに有名です。两个都是一样的意思，可是写出来的感觉不太一样哦。那换起来，你接，你接，きれいです。漂亮，可是，这跟西的用法一样，先加再点。きれいですが，きれいですが，期限很短，期間が短いです。期間把省略掉也可以，短いです。季节，期间很短，一下来就卸掉。期間が短い。你接漂亮，可是怎么怎么样？用你接的が，瞬间有し或者是それに。大丈夫ですか？はい。那皆さん、刚刚点もらいましょう。刚刚的几句话，再做这个逆接的说法哦。台湾はどうですか？说两句。森さん，注意是嗨，就说台湾很漂亮，而且东西很便宜，好呢？瞬接吗？瞬接、逆接都可以哦。说两句，说的是很漂亮，可是怎么怎么样，依然都可以。那等一下，台湾は綺麗です。が何でしょう。何でしょうかね。が。暑いです。暑いです。いいですね。暑いです。暑いです。很热。很漂亮、可是很热。いいですね。綺麗ですが、暑いです。はい。では、台湾人はどうですか？帮我问、ワニさん帮我问、ジュンさん。还要说两句以上哦。台湾人はどうですか？做勤劳的，做勤劳，哈，做搞，啊，马吉梅，很认真的人，工作很勤劳。马吉梅 ，this， 亲切，啊，嗨，亲切，信，是，意思。要怎么接呢？认真、亲切，两个都是好的。瞬间都走。瞬间的接续词，要不要走？し、好、真面目ですし、いいですね。真面目ですし、親切です。いいです、いいです。とてもいいです。はい。では、いきます。日本觉得如何呢？ね。ジュンさん、問モリスさん、お願いします。日本は、そうです。やっちゃおう。すいません。すいません。
日本は、はい、大きいです。大きいです。大きいです。それは、それに、何、それに有名です。有名です。そうですか。有名です。はい、大きいです。それに有名です。じゃあ日本人觉得如何呢？ワイさん、ワン、ジュンさん、お願いします。日本人はどうですか？日本人どうですか？勤劳，勤劳，真面目，真面目です。真面目です。严格怎么说？严格，厳しい，厳しい。厳しいです。厳しいです。真面目です。可是真面目ですが厳しいです。じゃあもう一回、日本人はどうですか、じゅんさん。真面目、真面目ですが厳しいです。その通りです。非常好。じゃあ、ジュンさん問、そして森さん、日文的读书如何呢？日本語の勉強はどうですか？どうですか、森さん。そうですね。そうですね。そうですね。用法非常好。刚刚说的、我想想看呢。そうですね。そうですね。そうですね。あ、面白いです。ありがとうございます。面白いですか。ちょっと難しいです。本当ですか？難しいですか？いえいえ、面白いですし簡単ですよね。はい、すいません、難しいですね。はい、面白いですが難しいです。じゃあ次、森さん、じゅんさん、お願いします。じゅんさん、仕事はどうですか？じゅんさん、仕事どうですか？どうですかね、仕事。忙碌。忙碌。忙しい。忙しいです。はい。忙しいです。三天，如果就是我们说什么，很忙碌，然后三天之内要叠完。啊，三天之内要叠完，そうですか。それは大変ですね。大変です。好辛苦，大変ですね。はい。忙しいです。而且是要把三天内做完呢。三日以内に、終わらせなければなりません。ちょっと難しい。あれ、ワンパンですけど、三天以内要完毕。三日以内に、三日、三日かな？三日以内、三日以内
に、やっぱり要完備、終わらせなければなりません。大変ですね。ね、可以可以这样子接。そうですね、忙しいですし、3日以内に終わらせなければなりません。じゃあこれ一緒に読みましょう。せっかく、ね、勉強したので、そうですね、必須よ。忙しいですし、忙しいですし、3日以内に、3日以内に終わらせなければなりません。終わらせないければないます。これは大変なります。終わらせなければ、終わらせなければ、終わらせなければなりません。なりません。はい。真的辛苦了。大変ですね。お疲れ様でした。辛苦了。お疲れ様でした。お疲れ。すみません。通過。よくできました。どうですか？你可以問。そうですね。日本人你觉得如何呢的遇到新朋友遇到新朋友会说你觉得台湾如何呢或者是你觉得日本如何呢你的生活如何呢可能嗨现在 coronavirus, corona, 中文叫什么新冠肺炎如何呢 corona はどうですか可以问大変です。我们话题变多了，对不对？什么什么都ですか？你话题就可以继续了。嗨，斯卡。では、我要再加一点难度喽。いきますよ。一形容词的否定的说法，还有那形容词的否定的说法要怎么说呢？对了，楽しい、楽しい、楽しい，快乐。けど，我想要说我不快乐，不快乐。那怎么说呢？一把去掉加苦奈，一把加去掉加苦奈，就会变成一形容词否定的说法。楽しくないです。楽しくないです。一緒にやりましょう。楽しくないです。楽しくないです。ないです。じゃあ面白い、面白い、有趣、不有趣，要怎么说呢？俊さん。面白くない、ね、面白くないです。じゃあ、おいしい、好吃、要说不好吃、要怎么说呢？森さん。おいしくないです。おいしくないです。いいですね。はい。我要说、ね、很贵、ね、高い、高い。但是我想要说、那不会很贵啊、ね、不会很贵、ね。要怎么说呢？あ、で、ジュンさん。高い。高くない。で、そうですね。あ、あ、我再多加一个副词哦。不太贵。不太的副词，副词是あまり。那可以怎么说？不太贵。啊，ジュンさん，不太贵。あまり高そう、あまり高くないですね。いわば去掉、あまり高くないです。あまり高くない。那ね、いい、ね、好的否定型、它会变音、会变成よ、よ的音、ね、よくないです。よくないです。じゃあ、轮流、ね。パッパッパッって、ね、说得快一点哦。そうですね。そうですね。寒い。寒い。不冷。マリスさん。寒くないです。じゃあ、不熱。暑い。ジュンさん。暑くないです。
そうですね、暑くないね、白い、不白、おりさん。白くないです。白くないです、そうですね。そうですね、黒い、不白、ジュさん。黒くないです。いいですね。低い、不愛。森さん。低くないです。そうですね。低くないです。大丈夫かな？はい。じゃあ、なしの音数いきますよ。なしの音数は否定詞が名詞の変化一样。会说、じゃありません。静かじゃありません。或者也可以说、静かじゃないです。静かじゃないです。也可以。じゃあ一緒にやりましょう。静かじゃないです。静かじゃないです。静かじゃありません。静かじゃありません。或者是家的地方说成では也可以。ではないです。静かではないです。静かではないです。静かではありません。静かではありません。我就背一个就好，加比较会用到，所以前面用加好，加ありません。或者じゃないです、じゃないです之后变普通型的话比较方便，じゃないです、じゃないです、じゃないです。じゃないです、背起じゃ来ないです。比较方便一点，じゃないです、比较好，じゃないです、じゃあ很热闹、にぎやか、不热闹、なんて言いますか、森さん。にぎやかじゃないです。いいですね。じゃあ、亲切、親切、不亲切、どうぞ。ジュンさん。親切。親切じゃないです。そうですね。大変、很辛苦、不辛苦。森さん。大変じゃありません。大変じゃありません。そうですね。他にも、不便、不便、不方便。不会不方便，那对的笑，就是啥？不便じゃありません。いいですね。じゃあ、有名、有名、不有名。就啊，森さん。有名じゃないです。ないですね。很干净、きれい、きれい、不干净。ですね、じゃあ、不太干净を加一个副词、要说什么呢？あまり。あまり綺麗じゃん。そうですね。じゃあ、在形容詞前面、不太、否定詞、あまり綺麗じゃありません。あまり綺麗じゃありません。じゃあ、我要加一点难度，加否定型也可以。我的爸爸很温柔。我的爸爸很严格，可是，而且不是很温柔。加一个否定型也不错。哎，皆さんの家族を紹介してください。大家的家人，请介绍给我。では、誰から行きましょう？我可以的人，私大丈夫です。僕、大丈夫です。ね、いますか？ OK、介紹。いませんね。いませんね。いません。あれ、おかしいな。8個や。おかしいな。例えば、そうですね。私のお父さん、父は、厳しいし、そうですね。ちょっと静かじゃないですね。不是很安静的人。很严格又不是很安静的人。どういう人だ？ なんとなく、そうですね。我故意想要放一个否定型。故意说这样子。まあ、皆さんどうですかね。那不是要用伽吗？ああ、お厳しい、静かじゃない。不是很安静。厳しいか。很严格。
哎，可是我对我来说很严格是不好的一面，哦，そうですか。太严格了。啊，那这是大家的想法，大家觉得严格是好的一件事呢，就是勇敢。我觉得严不严格呢？啊，严格是一个不好的事。哎，首先看大家觉得是顺阶还是逆あ、阶？わかりました。はい、厳しい。厳しい。私は優しい。比较喜欢的。厳しいです。では、皆さんの家族はどうですか？どめはるの？私大丈夫です。我可以介绍一个。我也可以介绍一个。僕大丈夫です。いますか？いあ、ないもでう、すね。はあ、あれ、ね。お姉さんは、お姉さんは、お姉さんは、にぎやかです。にぎやかです。が、にぎやあまり綺麗じゃありません。綺麗じゃありません。本当に失礼ですよ。失礼、大丈そ夫うでです。じす。ゃあ、大聞丈夫こでえすまか？す。じゃあ、ありません。お姉さんは、我姐姐、これね、にぎやか、其实是很热闹。就比如说、这个地方很热闹、这个。所以你感觉很热闹的时候才会用到。那我要表达人的性格要怎么说呢？比较很开朗，对不对？明るい と言います。明るい可以表达就是房间很亮啊，也可以表达这个性格很开朗。那この方がいいかな？明るい这个比较好吧。明るいですが、很开朗，可是不是很漂亮。お姉さん泣いてますね。クール。大丈夫です。大丈夫です。本当？では、そうですね。ああ、もう一つ教えましょう。ね。わすすかんと一句話。可以说、ね、やってみます。ね。やってみます。わすすかん。あ、大家呢、下次、就是わすすかんの時候、可以说这一句。ね。我其实豆豆都该一那个啦，我说豆豆其实在等那个君上，没问要题。听，自己玩，阿嘎，阿嘎里，绿，阿卡，阿嘎里，阿卡绿，阿嘎里，对，对，对。なんで？もう一回。明るいですって褒めよう。荒いですし。明るいですし。近い？不是え？あ、静か？ああ、それは大変ですね。明るいですしね、口数が多い。こういう表現をします。口数很多、很多話という意味ですね。口数が多いです。って言いますね。多いです。如果不好的意思，你想要表达不好的意思的话，就会觉得就会说吵。刚刚说うるさい。啊，那顺便我再加一个明るい，很明亮的相反。黒い。啊，黒い。哎 差一点，是呢，很暗对呢，暗い。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 
有时候房间很暗，也可以表达一个性格，因为他不太会说话，很阴阴的人，就最近苦赖伊也可以表达，对，可以，爱的是。では、皆さん、質問ありますか？大家有想要问我什么吗？質問はありません。質問がありません。はい、ありがとうございます。ジュンさんは大丈夫？大丈夫。大丈夫です。はい。じゃあ今日はね、ここまでにします。もう、做到这里。そうですね。そうですね。这几个单字都很会用到。记得要背起来哦。覚えてください。いや、今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではまた。また。また来週。あ、また来週？また来週？ですかね。はい、また。ではまた。またねー。またねー。